この真夜中の5分前は非常にあの本田さんにとってすごく実験的なあの小説だと思ったんですね。あのサイド A サイド B という、2つの時間の流れがあって、であの主人公があのの男の人が、2人の、双子ですね、双子の美人姉妹に、まあ、翻弄されると。そして僕自身が演じたキャラクターが、彼はとてもあの優しいんですけども、その優しさゆえに自分でも気づかないうちにどんどん乱れていくというか、上海で、時計修理の職に就いていて、でとても時間がゆっくり流れている中で過ごしている彼のライフスタイルの中に、ローランという、双子のお姉さんの方が飛び込んできまして、そこから彼の人生というかライフスタイルが徐々に変わっていくという。可能以往来说演双胞胎的话把自己分裂成两个人就好了，那这回可能要分裂成三个。其实第一遍刚看完的时候会有一些模糊感，会不太清楚说他想表达的到底是什么。